ルデア中が活気づいてきたね。恒例のバレンタインが目の前だからかな。マスターちゃんも妙に落ち着かないし、チョコたくさんもらえるといいね。イベントは派手な方がいいからさ。ん？他のサーヴァントの話じゃなくて、私からのチョコはないのかい？だって？はは、二代目とはいえ万能の天才ダヴィンチちゃんのチョコが欲しいと。いいの？実物大オーニソプターチョコとかバステニャンチョコとか作っちゃうよ。どんなチョコでも食べきる自信はあるかな？ある！それなら OK！ じゃあ明日10時になったら私の工房に。どんなものになるか私にも未知数だけど、楽しいチョコを用意するとも。おっと、まだ9時半なのに気が早い。でもこんなこともあろうかと準備は万全さ。お客様、そこのテーブルにお座りください。ティータイムの用意はできております。じゃーん、せっかくだからメイド服に着替えてみました。かわいい？キュート？ふふふふ、よしてくれたまえ。そんな当たり前に嬉しい感想を顔いっぱいに浮かべるのは。そして銀のトレイから取り出したる特製チョコレートはこちらになります。うん、いろいろ考えたんだけどこの形に落ち着いちゃって。前人未到は大好きだけど、今回は奇抜さより真心だからね。食べてくれる人が一番嬉しいだろうなってものを考えてたらこうなっちゃった。ああ、手料理も楽しいものだね。今までにない新鮮な時間だった。普段1秒を10秒ぐらいに体感している私が10秒を1秒ぐらいに感じたほどに。うん、まあそれくらい集中していたってことさ。できる限りの気持ちを込めたつもりだ。いつでもカルデアで会えるのに、わざわざ私と契約してくれた君のために。いつまでも残しておくとかとんでもない。すぐに食べて食べて。感謝賛美大絶賛随時受け付けております。口元にクリームがついてるよ。ほらもう。それとさすがに一度に食べ過ぎだよ。夢中になってくれるのは嬉しいけど、過度の糖分摂取は体に悪い。ほらちょうど半分残ってるでしょ。持ち帰ってマシと2人で食べるといい。マスターちゃんからの感想はたくさんもらったからね。それこそ胸いっぱいさ。だから次はマシュにもご馳走してあげてくれたまえ。感想が増えるのは芸術家としても嬉しいしね。あ、また来年、幸せな時間をみんなと一緒に。ああ、出会えましたね、マスター。よかった、今日は特別な日ですよね。バレンタインデー、親しき人に思い伝える日。サーヴァントの身ではありますが、私も
なたに伝える思いがあります。お時間よろしいでしょうか。ありがとうございます。マスター、大神に罰される罪の具現たる私がさらに罪を深め、いえ思い重ねることをあなたは咎めずにいてくださいました。かりそめにかりそめを連ねた儚い霊気の身ではありますが、この胸に生まれた思いはきっと命あった過去のそれと変わりはしません。ですから、せめてもの気持ちです。ウェディングケーキというと何でしょう。すみません、当世の文化には疎くて。あ、結婚？いえ、その私は妹たちと一緒に、いえあの子たちのせいにするつもりはないですが、でもですね、あの子たちが思いの分だけ大きなものがいいよと言って、もうあの子たちったら、失礼しました。はい、ヒンダルフィヨルさんをかたどったものです。そのあの人とシグルドと初めて出会った山です。山頂部分に小屋がありますよね。本当は燃える炎の館だったのですが、私たち二人はここで出会いました。当世にはもうあの館はありません。遠い過去のこと。それは、その、違うのです。私は、言葉が足らずにすみません。シグルドにも同じものを作りました。でも、一つ作っただけでは、私が納得できません。できるはずがない。だってカルデア式召喚という奇跡の中で、あなたはさらなる奇跡をくれた。再会です。ありえないはずのものをあなたはくれた。さらなる出会い、再会の機会を私たちにくれたあなたへ、私は感謝を形にしたい。ですから幾百幾千万の感謝を込めて、マスター、どうか受け取ってください。はい、
先ほどのレストランの料理、とても美味しかったです。さすがマスター、良い目利きというか天運というか。私もうこの時点で満足度が振り切れてしまいそうです。おとぼけはほどほどに、いろいろな意味で。知りませんよ。さあお腹も膨れましたし、本命のビーチに参りましょう。せっかく水着に着替えたのに、湖にしか行けなかった。そう嘆いていた私に、じゃあ海に行こうと誘ってくださったのはあなた様。私とても嬉しくて、昨夜は眠れませんでした。これからもずっと眠れないかも。なんて冗談です。バレンタインでバカンスなのではしゃいでますね、私。季節外れではありますが、ここは何一つ不自由のない歓楽の園。噂に聞いた常しえ常夏祭壇、確かルルハワでしたか。あんな横島なものには断然負けません。こっそり侵入してリサーチは済ませてありますので。はい、もちろんです。どうぞ悔いのない休日を、マスター誰もいないビーチで泳いで、日差しを楽しんで、波の音を聞きながらおしゃべりをして、とても楽しい休日でしたわ、マスター。私童心に帰って遊んでしまいました。ああでもお酒を頼めなかったのが唯一の心残りでしょうか。夜通しグラスを傾けるのはもう少し大人になってからということで、と、それはそれとしてですね。最後になってしまいましたが、こちらを受け取っていただけますか。バレンタインのチョコレートなのですけど。喜んでもらえて何よりです。この夏の記念に私の花飾りを申してみましたの。他のサーヴァントの皆様に比べたら地味なチョコレートになりますが、ああでもまだ足りない、まだ満たされない。あなた様がまだ欲しいというのでしたら、この先があるのかも知れませんよ。望まれましたわね。では少しだけ目を閉じて、次の私、さらなる深みにご案内いたしましょう。楽しい出来事が一瞬で終わるなんて残酷な話ですもの。続けられるのならどこまでも、それが皆様の正直な願いなのですから。おっと、私好みの醜いマゾブタマスター発見。ではなく、そこのメス犬、止まりなさい。膝をついて手を上げて、
抵抗は許しません。少しでも動けばその太ももに警棒ぶち込んで差し上げますわ。シャラップ。あなたには釈明する機会も弁明する権利もありません。この町ではマスターであること自体が罪だと義務教育で習ったはずですよね。その上で表通りを悠々散歩だなんて、ゴミクズの自覚はあるのかしら。あなたこの後どうなるか分かっていらっしゃる？ちっぽけなゴミはゴミ箱に、哀れな豚は豚箱に。はい、そういうわけで逮捕します。ゲームオーバー。よろしくて。手錠型のチョコレート、気に入っていただけたでしょうか。では続きは独房でたっぷりと。この霊気は主従関係にとらわれない冷酷な支配者の姿、容赦なく徹底的にそのたるんだ精神を調教して差し上げます。1年でも10年でもあなた様が望まれるまま、いつまでもね。不思議には思われませんか？真の吐いた泡がなぜ地上で蜃気楼と呼ばれるのか。貝の中身を映した泡なら地上に現れるのは貝柱だけのはず。なのにオアシスや都が現れるということは、文字通り真の中身は町なのです。属性の皆様が思い描く理想の世界、何一つ不自由のない桃源郷、どこまでも都合のいい、どこまで行こうと果てのない広大な都市、それが蜃気楼の中、異界を内包するハマグリ御殿といっても、私にとっては狭苦しいベッドに過ぎないのですけどね。今度はこのような思考はどうでしょう。もう食べ飽きたかもしれませんが。浜辺も良いものですが、このようなプールも良いものですね。まあ流れが強すぎるところは私の好みではありませんが、幸い今の私はこの通り人魚の私ですので、あなた様がどれほど溺れ流されようとあっさりすくい上げてみせますわ、マスター。どうかなされました？気分が優れないというお顔ですが、もしや先ほどの貝チョコがお口に合わなかったとか。やっぱりチョコレートにクラムは混ぜるな危険だったのかしら。いえ、たまたまです。たまたまリリー自分の方が料理上手とかありえませんと。そうではなく、マスター、お腹の調子が悪いのでしたらホテルに戻りませんか？ここはカジノもある高級リゾートですもの。ホテルであっても娯楽にはこと欠かないかと。はい。ではそのように、どうぞお帰りなさいませ。マスター、私はお止めいたしません。もっとも逃げられるのならですけどね。
見出して何をおっしゃいますやら。広い世界などとてもとても、所詮そこは私の枕元、吹けば飛ぶような小さな楼閣でございます。幻に逃げ込んだ以上、出口はなく、私も残念です。砂糖の甘みにとろけきってこんな底まで落ちるなんて、もう私のマスターには見えませんわ。チョコがかど走り回って群れから外れたアリのよう。いっそのことチョコにまぶして食べてしまおうかしら。もちろん冗談でございます。ここは桃源郷、真の吐く夢の中。空虚な幻でいいのなら、あなた様が死ぬまで、いえ死ぬこともできず続く永遠の安寧、幻とともに私の吐息で書き消えるか、救いを求めて私の指にすがりつくか、どちらにせよ現実に戻る術はありません。観念なさいませマスター。落ちたる先は気楽天、獲物を捕らえる女の地獄。竜宮城になんて行かなければよかったのにね。ちょっと、そこを通りがかったしょぼくれた顔の後輩、そのように警戒するでない。わかっているであろうが、最近の私は機嫌が良い。たまにこの姿になって夏の幸福な思い出を反芻してしまうくらいにはね。というわけで、余裕ある私はこの今日というイベントにも圧倒的上から目線で参加できるというわけ。その幸福に至るまでの過程にはお前の努力もちょっとは関係してなくもない感じだったし、せめてもの褒美としてお前にこれをくれてやるわ。はい。適切なことを言うじゃない、後輩。そう、これは今私が全身で感じている幸福を形にしたもの。こうして私たちの状況を分かりやすく形として示しておけば、邪魔者は自然と遠ざかるでしょうし、それがチョコならついでにお前への義理も果たせるって寸法よ。一挙両得っていうやつ。あ、もちろん手作りだから甘類しながら食べなさいよね。あ、ちょ、待ちなさい。信じられない、私のところからかじろうとするなんて。お前には先輩に対する敬意というものがないわけ？まず最初に皇后様のお体をかじるなんてどういう了見？そんなの許されるわけないでしょ。というか、食べる際に一番大切な絶対の禁止事項を思い出したわ。真ん中で割るなんてもってのほかだから、これは死んでも厳守しなさい。人間どもの宗教とか運命観とか知らないけど、縁起が悪いにも程がある。じゃあどうやって食べればいいのかって？
そうね。丸飲みでいいでしょ。無理？試してみてから言いなさい。ほら。ああ、なんて優しいのかしら、私。幸せすぎて丸くなっちゃったのかもね。ただの義理チョコにこんなサービスなんて。それならいいでしょう。私たちの平穏を守るために涙を流して努力するその方向性、これからも忘れないように。練習とかしてたら止まらなくなってね。いろいろパターン違いも作ってみたかったし。何そのパターンってみたいな顔は。よく見なさい。これは微笑む皇后様。こっちは敵を睨みつける最高にかっこいい皇后様。表情が全然違うでしょ。わかりなさいよ。まったく。ところで後輩、変なことを言うようだけど、最近原因不明の寒気がするのよね。そのチョコを作ってから、誰かにじーっと見られているような、付きまとわれているような。私は呪う方で、呪われる方じゃないんだけど、なんか今だけはお前の目に真実味を感じるわね。人間がやる解除の方法とかよくわからないし、必要だって言うなら1枚くらい使うのを許可するわ。無駄にするんじゃないわよ。それじゃあね。ああ、一応言っておくわ。言うまでもないことだけど、たとえ呪いでもそのチョコを割ったりしたら承知しない。死んでも丸飲みしなさいってお札にでも書いて伝えときなさい。